アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・セレブロフは、ソビエト連邦、ロシアの宇宙飛行士。1967年、モスクワ物理工科大学を卒業。その後大学院に進学し、物理学を学ぶ。1978年12月1日、ソビエト連邦の宇宙飛行士に選出された。1982年に、ソユーズ T-7。 1983年にソユーズ T-8、1989年にソユーズ TM-8、1993年にソユーズ TM-17 と合計4回の宇宙飛行を実現する。1993年の宇宙飛行ではゲームボーイをソユーズに持ち込み、時間を見つけてはテトリスをプレイした。セレブロフは、 ソ連とロシアの両国機関で活動した経験を持つ数少ない宇宙飛行士の一人である。船外活動は合計10回に及びアナトリー・ソロフィエフに記録を破られるまで宇宙での最多船外活動記録保持者としてギネスブックに登録されていた。サリュート6号、サリュート7号、宇宙ステーションミールの設計にも貢献する。1995年5月10日に 宇宙飛行士を引退した後は、全ロシア宇宙青少年団ソユーズの会長として、各国で青少年の宇宙教育や環境教育に尽力した。2013年11月12日、69歳で亡くなった。死因は明らかにされていない。妻エカテリーナとの間に一死がいる。ありがとうございます。